試合が始まりました。鳴き声が聞こえますか。これは先生、これ鳴き声もやっぱり、はい、喋るロボットもいるんですね。結構ですか。はい、これは怪獣のような鳴き声ということですか。一応恐竜のモデルなんで、はい、恐竜のモデルということですね、はい、どっか故障してるわけじゃないですね。違いますね。ちゃんとしたセッティングでございます。おっと、後ろから救いに行っている。おお、やっぱりそのバンタム級とかになるとやっぱ動きがダイナミックですね。はい、どっちもとっても方向性の方がいいと思うんですから。あ、なるほどなるほど。大きくなればなるほど体の動きが悪くなるというのは人気や良さだとか。そうですね、普通はモーターが強力なんですね、やっぱり。あ、なるほど。ロボットは大きくなればなるほど上手いが機敏になりやすいということですね。大型のモーターは出力の大きいものです。なるほど。それだけ動きがダイナミックでスピーディーになるという。赤がツーダウンでございます。なんか消えな。勝者はアゴラ。